この芝。すみません皆さん、いつもなら私一人で大丈夫なのですが。まあ普段からウィズの店には世話になってるしな。ええ、普段当たり前に買っていましたが、仕入れがこれほど大変な作業だったとは。ほんと思いったらありゃしないわ。すみません、すみません。貴重な鉱石もあったもので、つい調子に乗ってたくさん買ってしまって。安心しろ、うちにはダクネスという筋肉担当がいる。カズマ、私も女なのだぞ。筋肉呼ばわりはやめてもらいたいのだが。でもお前が持ってる袋の数が一番多いだろ。それは困っている人を助けるのは貴族の使命だからな。頼みには全力で応えるのが礼儀で。それ一個追加だ。お前今ちょっと喜んだだろ。喜んでない。私も疲れてきたので少しだけダクネスに任せてもいいですか。これ以上は無理だ。体力もそろそろ限界が。この序盤。はい、お水飲んで。ありがとう。道半ばで倒れるなんて騎士として情けないな。カズマのせいですよ。調子に乗って全部の荷物を任せてみようなんて言うから。いや、カズマを責めるのはお門違いだ。みんなの役に立てることが喜ばしくて、全てを了承した私にも責任はある。お前別の理由で喜んでなかったか。いや、喜んでない。ああダクネス、まだ動かない方がいいわよ。しっかり休んで。皆さん、ご迷惑をおかけしてすみません。お詫びと言ってはなんですが、実はちょうど体力回復に効果のあるドリンクがあるんです。ダクネスさん、こちらいかがですか。すまない、では遠慮なく。ちょっと待った、ウィズ、これは本当に大丈夫なんだろうな。もちろんです。飲むと体力が限界値を超えて回復し、1週間くらいなら寝ずに動けるくらい元気になる優れものです。そんなに回復するなんて逆に怪しいような。ただちょっとだけ匂いと味がきついんです。口にするとしばらく吐き気が止まらなくなる場合もあるのが難点でして。やっぱりか。いつも通りだな。前もって聞いてよかったぜ。このそこはかとなく聞き覚えのある鳴き声は。メガジャイアントトードです。しかも一匹ではありませんよ。急いで逃げ。わあ、なんでまた私が。なんで。アクア様が。食われるの早すぎるだろう。どうしようカズマ、まだ体力が回復していなくて動けない。ああ、私も食べられる。喜んで食われようとしてんじゃねえ。めぐみ、ウィズ、さっさと片付けるぞ。危ねえ、俺まで食われる。カズマ、逃げてばかりでは拉致が開きません。ここは私の爆裂魔法で。アクアがまるっと飲み込まれてるんだぞ。一緒にこんがり焼いちまう気か。なんとかアクアを吐き出させることができれば。吐き出す。カズマさん、ここは私に任せてください。ジャイアントトードさん、こっち、こっちですよ。今です。へい。
アクアを吐き出したぞ。金属以外は何でも食べる悪食なのに、食べたものを吐き出すなんて、ってまさか。はい、先ほどのドリンクを飲ませたんです。めぐみさん、今のうちに。待ってました。はー、エクスプロージョン。お役に立てました。よしよし、もう大丈夫ですよ、アクア様。私、怪我されちゃった。大丈夫です、助けるのが遅くなってすみません。ウィズの機転のおかげで助かったな。ええ、ですが、なんだか変な匂いがしませんか？いつもよりヌメヌメするし、臭い気がする。あの、アクア様、多分それは気のせいです。そして泣きたい気持ちはわかるのですが、涙がちょっとだけピリピリして。いや、気のせいじゃないな、いつもよりものすごく臭いぞ。カズマさんのせいでしょ、私女神なのに。なんでこんな、ものすごく気持ち悪い。アクア様、あのドリンクを飲ませたんだろう、確か。ただちょっとだけ匂いと味がきついんです。口にするとしばらく吐き気が止まらなくなる場合もあるのが難点でして。この匂い、あのドリンクのせいか。おそらくジャイアントトードの中でアクアもドリンクを口にしてしまったんだろう。おい、大丈夫か？ウィズ、背中ずすって気持ち。皆さん、あの、そんな遠くで見ているだけではなく手伝っていただけると。いや、任せる。ウィズのドリンクのせいだからな。そんなドルドルするよ。アクア様、まずは泣き止んでください。私消えちゃいます。ほえなき人を殺すのは決して許しません。どうすればもっと商品が売れるようになるでしょうか。アクセルハーツのブロマイド入荷しました。ミッチーは休まなくても死ぬことはないのですが、徹夜すると疲れてしまいますね。